2012年ロンドンオリンピックのバドミントン競技は、ウェンブリーアリーナで7月28日から8月5日の日程で開催された。男子シングルス、女子シングルス、男子ダブルス、女子ダブルス、混合ダブルスの5種目に合計172名の選手が参加した。オリンピックのバドミントン競技としては初めて、グループリーグと決勝トーナメントの2つのステージに分けて行われた。 全ての試合は2ゲーム選手の3ゲームマッチで各ゲームで21点を選手したサイドがそのゲームの勝者となる。スコアが20点をオールになった場合にはその後最初に2点リードしたサイドがそのゲームでの勝者となる。スコアが29点をオールになった場合には30点目を得点したサイドがそのゲームでの勝者となる。組み合わせ発表は2012年7月23日に 行われた。オリンピック出場選手は2012年5月3日付の世界バドミントン連盟ランキングに基づき選出された。このランキングは2011年5月2日から2012年4月29日までの1年間で獲得したランキングポイントにより決定された。各国オリンピック委員会からエントリーできる最大人数はシングルスでは各種目3名。 ダブルスでは各種目4名である。シングルスではランキング1位から4位に3名以上がランクインしている場合は3名、1位から16位に2名以上がランクインしている場合は2名、順位に関わらず1名以上がランクインしている場合はランキングの高い順に38名の出場枠に達するまで1名がエントリーできる。ダブルスでは 1>, 1位から8位に2組以上がランクインしている場合は2組、順位に関わらず1組以上がランクインしている場合は、ランキングの高い順に1 6組の出場枠に達するまで1組がエントリーできる。5つある大陸連盟で各種目にエントリー資格に該当する選手がいない場合は、最もランキングの高い1名あるいは1組が大陸連盟の代表として選出される。 時間は、イギリス夏時間 M イコールもう、A イコールアフタヌーンセッション、E イコール、イブ女子ダブルスの一次リーグで3試合中に勝利して、決勝トーナメント進出を決定していて消化試合となっていた4ペア8選手が、一時、リーグ最終戦において、決勝トーナメントの対戦カードを考慮して恋に、試合に負けようとする無気力試合をする事態が、発生した。月日、 世界ランキング1位の大あり、うひろし組は、A 組で2勝して1次リーグ突破が決定していたが、決勝トーナメントの組み合わせにおいて、同じ中国代表で D 組2位で1次リーグを通過した、長芸つぼみ、他境組と、1時、リーグ1位通過だと準決勝で当たってしまうが、1時、リーグ2位で通過すると決勝まで当たらないため、同じ中国代表と決勝まで当たらない組み合わせに、 するために一時、リーグに2位通過をすることを目的として、最終戦の低軽銀、金花組相手に無気力試合をした。また、低軽銀、金花組も、世界ランキング2位の超芸つぼみ、ミ、多京組と決勝まで当たらないようにするために、無気力試合をした。その結果、双方のペアが無気力試合をすることになった。この試合では、低軽銀、金花組が勝ち、大あり。 ウヒロシ組が敗れた。続いて行われたシー組の試合では、メイリアナジャウハリグレシアポリー組と、ガタダシオン、キンテイ組の試合では、2ペアとも2勝して1次リーグ突破が決定していたが、世界ランキング1位である、オーアリ、ウヒロシ組と準々決勝で対決を避けるためにで、通過することを目的に双方が無気力試合をした。この試合では、ガタダシオン、キンテイ組が勝ち、 メイディアナ・ジャオハリ・グレシア・ポリー組が敗れた。4ペア8人が行った無気力試合はシャトルをわざとネットに打ち込むなどしてポイントを相手に与えるプレーを繰り返すというものであった。世界バドミントン連盟は選手行動規範が規定する不適切行為である、勝つための努力を怠る、スポーツ精神にもとる、明白に有害な行為に、前述の無気力試合が該当するとして、 4ペア8人を失格処分とした。これにより一次リーグで敗退していた、バレリー・ソロキナ・ニナ・ビスローワ組、アレックス・ブルース・ミシェルリー、リアン・チューレヌ・ナビレン組、ミシェル・エドワーズ・アンナ・リビン組の4ペアが繰り上がりで、準々決勝に進んだ。これに関連して、ブルガリアのペトヤネデルテワやザイチャペは、中国選手は、自国選手同士の争いを回避するため、20回も、 勝負を操作したことがあると語った。また、ドイツのツビブラーも2008年のトーマスカップ大会で韓国が強いチームとの対戦を避けてイギリスに意図的に負けたことがあると非難している。スポーツ評論家の玉木正幸も予選リーグ制度を導入した時点で決勝トーナメントの相手を選ぶ事態が起きることは分かっていたとコメントした。ちなみに今回の騒動に絡んで韓国は 当該選手を2年間の出場停止と厳しい処分を課すのかと思われたが騒動の鎮静化後に徐々に処分を緩め24日後に結局撤回している。ありがとうございます。